ゆいころさん、やっほーやっほー。じゃあゆいころさんって書くね。ちょっと待って、ペンどこ行った。こんにちは、にょんさん、やっほー。ヤッピーとかいつの時代の人ですか。え、ヤッピーって普通言わん。もう言わんか。ヤッピー誰だったっけ。ゆいころさんね。え、待って、ゆいころさんでいい。はい、カノン枠の1個目さん、ゆいころさんありがとう。ちょっとここら辺だったら見える。初見です。はい、シルフィードさん、初見じゃないね、わかるぞ。誰だっけって、ごめん。こんにちは、皆さんこんにちは。リリちゃんは1個目だって書いてくれんかった。来た、カニョンありがとう。あれ、韓国人がいる。韓国人なんていうやつだったっけ、忘れた忘れたけど、元気しとっとしとっと、イエーイ、元気してたよ。あ、ゆいころ。じゃあ私自己紹介したいんですけど、ちょっと待ってね、後ろにはるけ。あのね、しくったんよ。あの1個目さんっていうのと、あのなんだ、自分の自己紹介のやつを。カニオンハスよ、テンション高いな。そう、普通よ。フフフフフフフ。で、カニオンハスよ、カニオンハスよ。こんにちは、こんにちは、お初です。ブビックさん、絶対嘘です、それはお初ではありません。あ、ちょっと豚さんが見えるようにしよう。豚さん、カレンちゃんこんにちは、こんにちは。しくった、何がしくったの。ニョンシーヤッピー。え、ここ見える、ここ見えるよね。ちょっと可愛く描いてみたんよ、これ。さっきね、ここ重要。スプラッシュ、はい、自己紹介します。スプラッシュライム色担当、高竹香音です。ツイッターよかったら見てみてください。ここ置いときます。ここ見える、見える、見えるね、これ見えるね。よし、これでみんな見える。で、こっちちょっとずれたらいいよね。高竹かわいいよ、ありがとう、イエーイ、見えるよ。最近は麺類たくさん作っている人。え、違う、麺類違うよ。麺類の楽さ知らんじゃろ。楽だし普通に楽しい。もうちょい下がいい。これを下げたらいい。高竹って18号だったら、あれ、人造人間18号。それね、リオパパにも言われたよ。しないんですかって。ここ見える、どうでしょう。楽なんかい。かのんちゃん大人になったね。大人になった、お姉さんみたい。そう、金髪人間18号、なんでやねん。なんでやねんねんねん。え、ひとみさんの可愛い、あのなんだっけ、アイコンじゃないけど、何回ね、あの人形みたいなやつ、ユニコーンじゃん。アイフェイスぶっ壊した方ですよね。違うんです、あれには訳があるんです。ね、ちょっと説明しますね。ここにケースがあるんで、こうやって取ろうとしたの、こうやって上からね。そろそろもうボックルベーンってなったの。リップ強いね、いいね、ありがとう。何タンパク質も取ろうぜかの。なんかさ、難しいよね。そう、アバター、そう、アバター、ユニコーン、そう、ユニコーン、ユニコーン大好きなの私。そうそう、ちょっと待ってね。ちょっとさ、可愛く映りたいじゃん。ちょっと可愛くするの忘れとったけど、今顔ピーンってした。本体じゃなくてよかった。それな、本当それ思います。テレビ壊した方ですよね。違うんです、あれは本当にしくったんです。ちょっとこうしたらいいかな。よし、ギャル超えて何読めんけど、わかった、イエーイ。あ、パリピ、イエーイ。壊れてる人ですね。私は壊れてない、声量注意。うるさい、ごめん。もともと可愛いよ、ありがとう。とりあえず皆さんのコメント読むんですけど、今日ね、うちのリリからの、うちのでもないけど、リリからの、何指示じゃない、何あれよ、なんだっけ、あ、もうようわからんけど。リリから言われて、なんか、あ、替え歌をしようっていうので、なんだっけ、あ、あんちゃん元気してる、呼び捨てでできるにょんさん。違うんよ、リリ、あ、そう、命令、ミッション、それ、宿題、そう、リリからのパワハラ、そうです、リリからのパワハラ。さっきの配信も
見てたんですけど、ちょっとそうです、パワハラ受けました、うぃーっつってつってってリリー、まあちょっとさっきコメントであったんですけど、リリーをなんで呼び捨てでするかって言ったら、もう本当に昔からの癖なんです。本当になんて言ったらいいんかな、リリちゃんじゃないよね。なんか一回リリちゃんとか、自分がスプラッシュに入るのはリリの方が先で自分が後だったんですけど、アクターズの中だったら自分が先でリリが後だったんですよ。ってなったら、なんかスプラに入ってすぐに、なんかリリちゃんとかダンバラさんって一回言ったんじゃけど、言ったらなんか気持ち悪い、気やめて、なんか気持ち悪いっていうか、なんかなんて言ったらいい、何、急に変えられたら困るけん、なんか前の方がいいってなって、リリってそのままにしました。ニョニパワハラできる人、そうリリしかいないねマニマニの会、そうです、今日は一つ宿題があって、あれですね、何マニマニ、雲の切れマニの替え歌をします。で高竹パイセン、イエーイ、17期と16、私が17期でリリが19期って言ってたな。南原さん、カヌンちゃん先輩なのか、そう、意外と知られてないよね。そう、家族みたいなのも、そうリリんち一家とママと、まあ、うちの高竹家と、まあ、仲いいっていう感じでずっとね、あれしてもらってます、仲良くしてもらってます。もやこちゃん、わこちゃんの隣に俺がいて、ほんとごめんって感じ。どういうこと？どういうあれどういうこと？どういうこと？なんか先輩配信の仕方勉強になります。何言ってんだあ、そう、めっちゃ困っとったよね、さっき見た、ちょっと一瞬見たけど、なんか面白かった、おばあちゃんみたいだった高竹パイセン長いの知ってた、そう、富澤先生はね知ってると思うね。もうニョン主って言っていいんじゃね、よくねくね。ちょっと水飲んでいいですか、ちょっとおばあちゃんみたいだった感想、おばあちゃんみたいだった。おかん配信面白かったね。まだ7分しか経ってね、久しぶりだな。おばあちゃん呼び、ニョンって足市内でも大先輩だもんね。いやおかん取り越しておばあちゃん確かにピアスですか、ちょっとあったんで、これは K、 これママからもらったんですよ、こっちの方が見やすいか、 K っていうのと、こっちは高校卒業して開けたやつで、普通のキラキラ系で、こっちはですね、悪魔と天使のこれピアスなんですよ。こっちに悪魔で、こっちが天使みたいなやつなんですけど、カマキリの K？ 違うよ、カノンの K でしょ。 JK ブランドなくなった、ほんとそれ困っちゃいましたね。何割？どういうこと、どういうこと？サンチェくんのサンチェからのプレゼントはお家に置いてます。ちょっと今出せれんのんだけど、今こっから動けんじゃん伝説のカマキリ、カマキリです、イエイエイ。今日はメイクも上手、ありがとうございます。本当ですか、やったーイエーイ、嬉しい。これ本当に最近、あ、眉毛、そういえばですね、JK ブランドがなくなったんで、もう眉毛剃ろうが何しようが自由なんですよ、私。だから眉毛めっちゃ剃りました。じゃけメイクしてなかったらここだけになるのね、まあ前からだけど、ここだけになるけ、何、マロみたいになるそう、テンション高め、だって久しぶりじゃん。今日はに笑った、そう、いつもなんか波があるんですよ、毎回同じメイクが私できなくて。何それ、違う、眉毛なくすの、眉毛完全になくしたらちょっと早くなったら嫌なので、ね、ここだけにしてまっすぐ描けるようにしました。カニオのダンスみたいです。今日はちょっと見せれないんですけど、ニョンはもともと綺麗な顔だけんね、ナチュラルメイクでいいよ。いやネイル変えたの可愛い、そうネイル変えたんですよ、実は。ありがとう、みんなネタを言ってくれて。そうネイル変えたんですよ、これ。ちょっとこうがいいかな、ここはね白なんですけど、ここが紫なんですよ。これちょっとこうやったらわかると思うんだけど、ラメがギラギラに入ってます、イエーイ。
料理配信は料理配信したいか？マロゾック、ゾックさんね、私あれが好きなんですよ。戦慄かなのさんだっけ、めっちゃ好きです。あの方が好きです。春っぽいネイル、ほんま？イエーイ。いや、今あのコロナで、あの、まあ、いろんな方も亡くなってると思うんですけど、あのなんて言ったらいいのかな、今こうして会える時間がないじゃないですか。まあ仕方ないんですけど、なのでなんていうのかな、今この時だからこそできない、普段みんなと会える時にできないネイルをしてみたいなと思って、白とかってこうベタ塗りネイルっていうのがここの爪際が生えてきたら見えやすいんですよ。なんか、あ、この人なんかネイルケアしてないなって思われたら嫌なので、今この時だからこそできるようなネイルにしてもらいました。はい、自炊しないのしてますよ、最近してるので、よかったらこのツイッター見てください。ここ見てみてください。戦慄かのんちゃん、かわいい、かわいいし、かっこいいし、もう最高ですよね。そういえば中本さくらちゃんが、驚いてたな。あ、さくらちゃん、やった。確かにさくらちゃんと一緒だった時は本当にまだ小学生とかだったけん、全然違うかもしれないね。びっくりするかもしれないです。ん、バイセコー大成功さん、初見です。さっきの人より配信慣れてますよね。さっきの方はですね、なんて言ったらいいのかな、あのツイキャス時代の時とかのあれだから、このもうなんて言ったらいいかな、全然もうスルスルね、コメントとか来なかったし、なんかやっぱり、まあ、時代もあるんですけど、なんか自分も配信一時期してたので、そうですね、あのちょっと慣れてますね。はい、ちゃんやさん、おしゃれすぎるし、かのんちゃんの化粧何使ってるとかまとめてほしい、ツイッターで見たい、みんな逆に見たいですか。真面目になるとかのんかっこいい、そう、ありがとう。怖そうにしてるけどミス ID、 そうなんだ。あ、満月ライダーさん、やっほー、カニはすでにミッション成功してるからこのままフリートークでいける。いやいやいや、してねえよしてねえよ。自炊ツイート好き、ありがとう。にゃん、そう、ご飯ね、だってお腹すくじゃん。めっちゃ料理うまくっていいお嫁さんになれるね、ありがとう。ツイキャス、ツイキャス懐かしいですよね。私もあの発表はツイキャスでした、あの入った時の。世代が違う、世代が違う、なんて言ったらいいのかな、次の人の、あ、アータ、アータめっちゃ心配時期、ちょっと後で見に行こうかなって思ってます。時代もあるんですけどそう、時代がツイキャスはね、そう、個人配信では初見ですね。そうですね、ありがとう、爆笑え、違う違う、メイクの勉強に、メイク、そう、一応さ、メイク動画横に置いてるの。そう、あーたん不安しかないですよね、ちょっと本当に。この何、自宅謹慎じゃなかったら本当にね、隣に追ってあげたいぐらいちょっと不安です、あの子ありがとう、ミッションを聞かされてなかったの。ミッションはですね、まあ大体サラートは聞いてたんですけどね、そう。ちょっとじゃあさ、今ここでさ、自宅謹慎、謹慎じゃないのか、謹慎じゃないからごめんなんて言うん、自宅、ちょっと分からんけど、ね、そうだね、東京に行ってる子たちはまあそうだね、みんな連絡と時々取ってる。あ、自粛、それです、それです、ありがとうございます。皆さん本当にすみません、ありがとうございます。自宅謹慎、悪いことしてないわ、 すいません、すいません、何か。そう、自宅警備員ですね、はい、皆さん自宅警備員をしましょう。そう、私さ、最近また久しぶりにさ、自宅謹慎じゃない、自宅警備員のさ T シャツ着たよ。ニョンさん、悪いかしたのは自粛、違います、自宅警備中です。皆さん素晴らしい、皆さん、そう、そうですよ。なんかさ、さっき何メイク道具気になるよって言ってくださった方がいたので、ちょっとさらっとも、配信じゃねえや、ちょっとさらっとだけさらっとあれしますね。藤井直とか、藤井直とか、いや、直は元気にしてますよ、この前電話した。ニョンは謹慎させられて、違う違う、2時15分です、ありがとう。ちょっとカナもちなみにちょっと時計してます。配信じゃねえや、配信
どういうこと？いや、あ、ティモニオンさん、いや、え、ケロケロケロッピじゃん。かわいい。ちょっとガシャガシャ言えるけど、え、そう、ちょっと最近新しく買ったファンデーションです。これです。これです。で、これ前使ってたファンデーションです。これです。ほんまにさらっとじゃけ。また詳しくはツイッターに載せますね。本当に気になるよって方がいたらでいいんで、あの、見てください。で、あ、眉毛は最近買ったこれ。ちょっと真面目にちょっと可愛くなろうとか思ってこの眉毛描くやつをしてます。は、個人配信お願いします。あ、そうだね、これですこれです。で、眉毛のこのさ、こっちはもう今もう綺麗に描けてるんだけど、両方の眉毛はなんて言ったらいいんかな、メイクの、まあ後でこれの重要性を教えますけど、ここの、あ、次アイシャドウね、これ100均のでーすこれをハイライト代わりにも使ってます。で、これは、まあ、目の上に全部塗って、その後にこれね、ダンバラさんにもらったの、リリからもらった、ごめん、ちょっとほんまに汚い、使いすぎて汚いんだけど、このカラーでやってます。で、ここで全部のここの二重ラインまで全部塗って、その上に筆、このね、こっちの筆でここの薄いピンクを塗って、その後にこの暗めのピンクでここのね、目尻だけを濃くす、目尻合っとるよね、え、合っとる、目尻をここだけ塗って、ここのね、ここだけ塗って、二重のラインあるじゃん、ここの線、二重の線をちょっと濃くすると二重がこうくっきりはっきりするのでおすすめです。で、アイライン、あ、これはアディクションっていう本当にいいお化粧品メーカーをもらいました。汚いならちゃんと使ってる証拠。そう、え、ほんまにこれ持ち運びも嬉しいし、これを友達の誕生日プレゼントにしようと思ったけど、ちょっとあれだった、自分メイクするかな、マサさんしてみて、したらツイッター載せてね、見るから。で、アイラインはケイトのやつ使ってます。これはね、漆黒ブラックっていう一番黒いやつで、こっち側から目尻じゃない方、目頭の方からこうビーンってこう目のラインに沿って、ここをちょっとシュッてシュッて、で、ここを、これめっちゃ大事、目ってさ、どう説明したらいい、あのさ、ちょっとじゃあ紙に書くね。え、めっちゃ雑い説明していい？めっちゃ雑い説明するとさ、こう目があるじゃん、したらさ、塗り方はね、ちょっと赤で引くわ、塗り方はね、こっから内側からこう引くじゃん、もう 目に沿ってさ、したらここをちょっと上げるんですよ。で、ここの目の端あるじゃないですか、この端からちょっとやったらここ空洞できるじゃないですか、それを塗るとちょっと三角ができるんですけど、そしたらちょっと目が大きく見えます。で、こんな適当なあれで分かったか分からんけど、分かってくれたら嬉しい。20世紀賞で懐かしい。そう、めちゃくちゃ高いんですよ。でも本当に何だったっけ、誕生日プレゼントでくれたんですよ。竹高はすっぴんが可愛い、はい、ありがとう。さっきも さっきね、そうあった、あと10分です。お、マジ、ほんま早、1時間できる配信、イエー。あ、そう、眉毛眉マスカラしてくださいね。危ない、マッキーを入れるとこだった。あ、そう、目の下のやつはこれで塗ります。で、その内側にこの 3C のキラキラをのせてます。で、まつげあげるんですね、ビューラー。はい、ビューラーして、なんだこれ、ケイトのやつをベース塗ってマスカラ、これもね、リリーにもらった。で、ここ大事、もう皆さんここ聞いてください。これで終わります。これをこのね、本当にまたこれ切ったらいいんですけど、この上の部分をこの
目の内側のここだけ黒目の真ん中ら辺まで塗るんですね。したらこれめっちゃでかくなります。で、ここが目の下を描きます。はい、それではマニマニ行きましょう。ずっと喋ってます。イエイイエイイエイ。はい、それでは皆さんそろそろマニマニ、皆さんマニマニ。はい、一応一個考えてきてます。一個っていうか考えてはきてるんですけど、皆さんで私がここからここっていうのを一緒に考えたいと思います。天才余計な時間からマニマニ横がちょっとムカつく皆さんでマニマニ皆さんでマニマニ考えとった。歌詞は私が今言ってるんですけど、今から言うんですけど、皆さんで考えてほしいとこはここです、ここですって言います。あ、ちょっと待って、後ろに下げます。はい、イエー。みんちゃちゃちゃ、みんなの声援が私たちの力になるから、テレテテレテテテテレテテテテレテテテレタ。ん？違う、待って、間違えたかもしれん。待って、みんなの声援が私たちの力になるから、テテテレテテテテレテテテテレテまでを、ここのてんてんてれてんてんてんてれてんてんてんてれてんを考えたいと思います。で、その後がだから元気でねにしたいと思います。なのでてんてんてれてんてんてんてれてんてんてんてれてんを一緒に考えたいと思います。イエーイ。てんてんてれてん、どんな時もてんちゃんちゃらちゃんのとこです。わかるかな、安住とかがこうやってやってるところを皆さんで一緒に考えたいと思います。なんか提案としては文字数は自由入ればいい、もうてんてんてれてんでいいやん。それな、大喜利大会で。そうですね、なんか私的にはみんなの声援とか みんなっていう言葉を入れたくて、なんか何みんなっていうのが入れたかったので、皆さんよかったらなんかこう掛け合いができるような、まあなんか披露する場所ないけどさ、予定ないけど、なんかあったらいいなと思って、皆さんコメントくださいみんなみんなの声援面白い、ナイス、いいよ。メンバーの名前入れるとか、あ、メンバーの名前誰、私どういうあれがいいですかね。笑い方、あー、なるほど。みんな、みんなの声援が私たちの力になるから、あ、声援にした方がいい。その方が面白いみたいな感じどんな時もみんなの笑顔がひきつって、難しくないみんなの声援が私たちの力になるから、みんなの声とか、違うな、なんか違うな。もっとみんなじゃんじゃんください、じゃんじゃん。もうなんか、それはやばい、それはやばい、それはちょっと違う。1000円ちょうだい、1000円ちょうだいマリーが入ってきた、マリーが入ってきたね、違う、1000円じゃない、千円。これちょっとメモ書きなんだけど、千円ね。カノの滑舌悪くてみんな千円だと思ってた。それわざと、なんかママからさ、千円が面白いって言われたんだけど、それ大丈夫ですか、スプラ的に大丈夫ですか。そこ千円が、千円がいい、千円よりも行き違い、やばい、歌い出しから名曲生まれそう千円でいい、千円が頭から離れ、マジ、ダメですよね、ほら千円じゃない、みんな千円です、カノンなら大丈夫。いや、めっちゃいい曲作ろうと思ったのに、なんかどうしたみんなあ、みんな声援、真面目に考えてみた、いいね、みんなの声援が私たちの力になるから、みんな、みんなせの声援、声援じゃない、声援、どうしたらいい、声援わかんやろ、
むずいむずいむずい、時間が危ない。そうよね、ちょ急ぎます、あと2分で締め切ります。君に会える、いいね、君に会える、いいね。みんなの声援が私たちの力になるから、あ、君のためにでよくない、え、よくない、君のために、え、君のためにどんな時もでよくない、ダメ、カタカニ、セイエイは違う意味でやばい。どんな時も会いに行くよ、来たできたできたできた、行きますね。え、ちょっとみんなあのさらっと聞いてほしいです、行きます。みんなの声援が私たちの力になるから、君のためにどんな時も会いに行くよ、だから元気でねできたー、はい、じゃあ真面目に歌います。はい、え、これってダムあるんだっけ、ないんか、よし、行きます。余計なものだ、はい、できすぎちゃんやん、え、バッチシ、あと4分、じゃあこれは後で皆さん頑張ってください。いいのができたらめっちゃいい、ありがとう。じゃあ行きます、チッチッごめん、ちょっと思い出し笑いした、ちゃんちゃんちゃん、みんなの声援が私たちの力になるから、君のためにどんな時も会いに行くよ、だから元気でね、ちょっピー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 、はい、何の思い出し笑い、アータンとかがわかるかなっていう感じなんですけど、まあスプラッシュの中で笑ってます、イエーイ、あ、おじゃめでそう笑い方好き、ありがとう。いや、あとでみんなのとこにメモペンペンペンって送るんですけど、でけたでけた、もう一回じゃあ歌いますね、すげえ天才だ、ありがとう。ちゃっちゃっちゃ、みんなの声援が私たちの力になるから、君のためにどんな時も会いに行くよ、だから元気でね、はい、ランキング読みますはい、あと2分ということなので、今からちょっとコメント見れないんですけど、ランキング読みたいと思います。壇上の方読みます。13位さん、白熊さん、ありがとう。12位メバルさん、ありがとう。11位、お、うん、大阪さんですかね、ごめんなさい、違ってたらあの言ってください、あって読み直します。じゃあ10位おーちゃんさん、ありがとう。9位なおちーさん、ありがとう。8位クレイジー、あ、こうだ、8位クレイジーさん、ありがとう。7位つくしさん、ありがとう。6位はゆきめさん、ありがとう。5位まさむねさん、ありがとう。4位ぴさん、ありがとう。3位ひょうさん、ありがとう。2位怪獣2号さん、ありがとう。ね、1位さ、あの今までのさアンパンマンでいく、それとも普通に言う、りょうすけさん決めていいよ、ありがとう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 、真面目な時のりょうさんやっぱりすごいな、ありがとう。はい、ランキングやりますはい、30分、そう、早いね。どっちがいい？あの、どちらでも、じゃあアンパンマンでいきます、久しぶり。第1位は、ドゥー。僕、アンパンマン、りょうすけピンク、ありがとう！はい、ありがとう！ということで、皆さん、早いですけど、30分経ったということなので、皆さん、また、見に来たらって感じです。はい、見に来てください。出た、出た！久しぶりだったね、そう、急に。さ、急にこの配信も始まったんですけど、次の子たちを見に行ってみてください。最後までテンション高かった、イエーイ。キツナリンちゃん、あんちゃんありがとう、元気でね、また会えるの楽しみにしてます、ありがとう。スクショタイムちょっと撮ってきます。はい、1、2、3、はい、次スプラポーズ、はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、完璧はい、また見に来てね、バイバーイ。